どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回取り上げたい曲は、もうこの曲やりたくてしょうがないです。ゴダイゴのモンキーマジック。この曲やりましょう。これめっちゃファンキーでかっこよくて、もうなんつったってあの最勇気ですから、あの世界観、もう中国なのか、洋楽なのか、英語なのか、もうあのね、めくるめくなんかもうすごいあの世界観、ウクレレ一本でどれだけ再現できる、やっていきましょう。これ楽しいやつよ。はい。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンをやっていきましょう。はい。このね、シンプル簡単バージョンはガズレレオリジナルショートカットアレンジで、あの途中のね、ちょっとね、明るくなるところがね、あそこはちょっと難しいんで、これウクレレ練習で、そこはちょっとこの簡単バージョンではカットしてるんですけど、後半やるかっこいいバージョン、これ2バージョンですからね、後半もかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンでは、あの、かっこいいところ、明るくなるところも再現しております。かっこいいバージョンはね、やっぱりね、リズムですよ。もうめちゃくちゃファンキーでソウルフルですからね、もうほんとかっちょいです。2バージョン、ぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽ってね、聴くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ってたんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけどもう無理無理難しくてやめちゃったみたいな方、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというレッスン動画のもうプログラムがあるんですよ。このプログラムめちゃくちゃわかりやすいということで、もう全世界中で何十万人の方もガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ていただくときで本当にね、笑っちゃうぐらいに楽しく音楽がすぐにできるようになりますからね。じゃあこのプログラムここにあります。ここから始まりますよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこに今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲は、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもう1900曲ぐらいも取り上げてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思います。やってみたいなと思う曲名スペースガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思いますよ、きっと。はい。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではやっていきましょう。ゴダイゴの最勇気のあの曲、モンキーマジック。ガズレレレシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。もういいですね。あの感じ、
なんでしょう、さっきも言ったけど、中国なのか英語なのか、なんか日本なのか西遊記なのか、もうね、あのめくるめくね、世界観がもうウクレレ一本で蘇ってきます。はい、思いっきり歌っていきましょう。今聞いていただいて分かったんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでございます。さっきも言ったんですけど、あの途中明るくなる、ちょっと変化があるところは今回ショートカットバージョンしてるんですけど、後半やるかっこいいバージョンではそこにも触れてます。ここね、転調といってコードが難しいの出てきちゃうんで、どうしてもちょっとシンプル簡単バージョンはちょっと難しいだろうということで、後半のかっこいいバージョンで触れていくんで、興味ある方ちょっと練習して、まずは簡単バージョンにできるようになってから後半のかっこいいバージョンへ行って練習してみてください。ひとまず今のね、簡単バージョンは一番キーポイントとなるところを押さえてますけど、英語ですからね、ユータってこれ洋楽ですよ。やっぱこの言葉のね、結構ゆっくりやってもね、言葉早いんで、その辺がキーポイントになるかなと思いますけど、簡単バージョンまず練習していってください。動画の中に歌詞とコード出てますから、まずはそれを見ながら練習していただいて、何回も練習していただいてね、1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単版の動画と一緒に演奏できたらもうすごいと思います。これ英語だしね。はい。そこまでできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、一人だけで、皆さんを一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやってほしいなと思うんだけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するっていうのはなかなか難しいでしょうから、最初のじゃあ楽譜的なものを見て、何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃってですね、大空を迎え、大空に向かって歌う。こういうのが気持ちいいと思うんですけど、楽譜練習がいいと思います、まずは。でも楽譜ってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうです、ね。ちょっと今シェアしますけど、今のガズの演奏は見てください。ガズが手書きで書いたこのノート、これを見ながら今演奏していきました。はい、もうちょっとしたらこんな風に画面に大きくとして、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今便利なサービス、これが始まってます。はい、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたモンキーマジックを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なガズのノート楽譜のストックの中から皆さんが5曲毎月選べます。この曲やってみたいな、憧れの曲できるかなみたいな感じで選んでいただいて、毎月5曲お手元にデジタルデータとして最新の楽譜を含む、もうすごいストックの中からお手元にデジタルデータでダウンロードできるという画期的なサービスでございます。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも本当にたくさんいろいろあります。まず毎月2回行われている世界中からのガズクラブメンバーが参加してくれている大合唱イベント、ガズオンというのを毎月2回、これがめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。本当に課題曲を決めて取り組んでいたり、あと皆さんの演奏動画とかアップロードできる場所がいっぱいあってですね、もうなかなか面白いクラブ活動になってますので、ぜひガズクラブご検討ください。あとそれとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもかなり盛り上げてます。盛り上がってます。このガズレレ大学は今ね、パソコンとかで見てる方、この画面の下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこを押して入っていける、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義があるという大学生活を送ろうということなんですけど、ここではちょっとレベルが高い濃厚なことをやってます。毎週2回のライブ配信で質問し放題、ただいまの課題曲はルパン三世ということでね、もう濃厚にもう本当に細かいところまでもうみんなとこうチャットでやり取りしながらやってます。こっちもなかなか面白いんで、ぜひぜひ、ちょっとね、これは初心者の方はちょっと練習してもらって、18ビートのチャットとか16ビートを弾けるぐらいの方がおすすめでございます。あとですね、ガズさん、ラジオ放送してます。スタンド FM という無料のアプリでね、ラジオアプリで聞けるんですけど、毎朝7時半からガズラジという、ラジオ配信をしてます。ぜひ皆さんこっちもね、無料で聞けますんで、チェックしといてください。それでは楽譜を見ていきましょう。モンキーマジックグダイゴー。かっこいいですよ、これは。はい。これもうほぼ洋楽ですから。ほぼっていうかもう英語ですから、100%。はい。見ていきましょう。これイントロなんですけど、ちょっとイントロ長くて、これでもショートカットアレンジなんですよね。でもこれでも十分だと思います、イントロは。ここ、デレ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 っていう風にやってって、こういう伸ばして、Em7、E7 の最後伸ばすという感じです。ここ見て、下に書いてあるここ、ターターとかね、ここダカダカ、下に書いてあるな、このメッセージは、かっこいいバージョンではちょっとキメっぽくやるということで、あとで、16ビートのかっこいいバージョンの中でのことなんで、後で解説していきます。そして今日ここ見てください。この簡単バージョンは、ね、ここ、One from the egg on the mountain top、Am、Dm、Am みたいな感じでやって、止まるみたいな感じでやったんですけど、かっこいいバージョンではここね、めちゃかっこいいキメを弾きながら歌います。ここは今日の見どころです。かっこいいバージョン、楽しみにしておいてください。このね、ここまで続くよという感じですね。そんな感じになってます。ここもこういう風に書いてあります。まあ今みたいにこう下になんか書いてあるのは、かっこいいバージョンのメッセージです。ということを確認した上で、ちょっとここ、今日ね、英語でね、いっぱい言葉詰まってるんで、字がちっちゃいんですよね。ちょっと見づらいけど、写しとくんで、一時停止で、皆さん書いていってください。お時間ある方。で、今も紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きのノートのデジタルデータをダウンロードしてもらうのはめちゃくちゃ今日みたいな時はいいですよ。言葉書くの大変ですから、これ。で、見て、この B の上に点があったり、この E エッグの上に点が、これね、Born from the egg on the mountain top、うん。
こういうタイミングが分かるんですよ。これ Back to the monkey that ever pop、 このテンデリズムが分かるようになってます。はい、これが結構、かなり大事になるかなというふうに思います。はい、参考までに、ガズグラブでダウンロードしていただくのもいいし、お時間ある方はこうやって写しておくんで、一時停止で、メモ書きしてください。はい、いい。で、構成なんですけど、ここまで来て、ここはまあ感想扱いになるんですけど、見てください。ここ簡単バージョンはもう一回1番やってサビです。だからここまで簡単バージョン、ここをやって、もう一回ここまでやって、ここをやって終わったよ、このサビ繰り返して終わりということだったんですよね。あ、そうだ、言い忘れた。あのね、ここちょっと待って、どこだっけな、ですね、ここ2拍ですから、ね、あのテロップにも書いてあったと思うんですけど、モンキーマージックダンダン、モンキーマジックで1、2拍で、この感想に行くという感じですね。ここで、2拍なんですけど、簡単バージョンは Em7 2回、かっこいいバージョンは Dm と Em7 1回ずつということで、ここの2拍、テロップにもね、ちょっと書いてあるんで、この辺はちょっと見逃しなくということです。はい。はい。そして、さっきも言ったように、イントロから1番やってサビやったら、簡単バージョンを感想やったらまた1番やってサビ戻るんですけど、このサビをですね、この行とこの行とこの2拍があったりと違うんですけど、ここはちょっとね、動画内であの構成確認してみてください。最後の1回だけ2拍になります。最後のラストはね。で、かっこいいバージョンはですね、構成ちょっと変わってきます。イントロやって1番やって1回目のサビやって、この感想をやったらですね、ここ見てください。かっこいいバージョンはこっち行くよ。はい、これブリッジパートです。ここがまあ明るくなるところ、With a little bit of monkey magic っていうところですね。ここはこうタタタタって4つ弾きで伸ばして弾くんですけど、はい、ここからタタタタタタってちょっとね、転調、ここで難しくなるんですよ、コードが。まず E7 ということ、コードは、これいいけど、これを F シャープ、今日はこのかっこいいバージョンでこの F シャープ押さえづらいコード出てくるんで、これもしっかり解説できますよ。で、かっこいいバージョンここまでやったら、また間奏をやって、で、ここまでやったら今度1番サビ戻って、サビを繰り返して終わった。こんなような構成になっている。動画内のテロップと示し合わせながらメモ書きしてください。はい、出てくるコードを解説していきます。Cam、Dm、Em7 が今のシンプル簡単バージョン、この 5個なんです。嬉しいな、今の簡単バージョン5個ですよ、この曲。これはすごい嬉しいニュースです。で、赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンなんですけど、でも見て、G7 と D7、これはもうね、こっちのグループの、これ入門コードの、つまり、かっこいいバージョンでこの F シャープ以外はみんな簡単バージョンだから一応紹介しちゃいます。今映ってるこの7個のコードはガズレレではもう超安心の入門コード、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのはこのちっちゃいグレード音楽始めたい人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ、10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら超簡単なのなんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるから、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておく。この動画見たら10個のコード楽しく覚えられますんで、必見です。覚えちゃってください。今日はそのうちのだから7個が出てくるっていうことですね。はい、まあでも今の簡単バージョンは入門コード5つですから、これは嬉しいよ、嬉しい。なんでひとまずやってください。英語が難しかったら最初はニャン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 っていいですから、もうルンルンルンランランランマウンテントップ、ルンルンルンランランランマウンテントップみたいな感じで雰囲気、それ慣れてきたらちょっとずつ英語のモノマネをしながら歌っていく、こういうのがポイントになると思います。まあまずシンプル簡単バージョン楽しんでね、もう最有機ですから、もうね、孫悟空の気持ちになってやるのがいいと思います。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。今日かっこいいバージョンはね、かなり濃厚でございます。はい、じゃあ出てくるコード、さっきも言ったけど G7 と、D7 はもういいとして、1個これF シャープ、これなかなか出てこない。これで正波というふうに押さえるんですよ。どうやって押さえるかと思うでしょ。ちょっとね、一応確認すると、押さえる場所は、一応、ここなんです。どうやって押さえるのってなるかもしれないですけど、これはね、話は簡単。1フレット人差し指でビチッと全部押さえといて、これをやっといて、F を押さえるイメージです。つまり皆さん、F ってコードあるじゃない、このコード。はい。これって、ここを人差し指で押さえといて、こうやって F を押さえると一緒なんですよ。これをこう、こうずらしてるっていうイメージですね。白い棒が1個ずれたぞって思うとわかりやすいでしょ。1フレット全部ギュッと押さえといて、ちょいちょいってやる。これが F シャープという押さえ方。はい。これがガズさんやると簡単そうに見えるんですよ。これはやってみたら押さえづらいんです。で、こういうのね、人差し指で全部押さえると、セイヤとかバレエとか言います。で、このことについてですね、この、以前ね、このね、A シャープっていうコードを解説したときに、めちゃくちゃ深く解説してますんで、ちょっと今日この A シャープの解説動画、ちょっとここにリンク貼っとくから、ここにね、セイヤとかバレエ、人差し指で一歩でビチッと押さえる方法、濃厚解説してる、動画なんで、それ見て、ちょっとやってみてください。
今日は F シャープ。これはですね、皆さん、ちょっと悶絶してみてください。ここはね、かなりね、抑えづらいですよ。慣れてないと。はい。今日はそこがまず1個目の挑戦ポイント、F シャープが出てくるぞということでございます。はい。で、今日はですね、もっと難しいことは、リズム。今日出てくるリズムはね、これはね、かっこいいんだけど難しいの。だってもう聞いたらわかるけど、めちゃくちゃファンクです。ファンキーでソウルフルでしょ。もう本当にこうグルーブがもう、本当70年代のね、もうかっちょいディスコグルーブっていうか、もう、かっこいいんですよ。これをやりたい。このリズムをやるためにはどうしても必要なリズムはこれ。ドン。16ビートのチャとカッティング。これがもうね、欠かせないんです。どうしたってこれをやりたい。これは難しいリズムなんですけど、ひとまず、このリズムの解説、ここに貼っときます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中に、16ビートのチャとカッティング、それぞれの濃厚解説動画が、アップロードされておりますので、動画をじっくり見て、穴が開くほど見て、体験していってみてください。ちなみにこの16ビートのチャっていうのも、ちょっとこの動画があります。16ビートのチャがすごく上達するっていう、これ解説してる、もうめちゃいい動画がある。7つの秘訣、こっちは概要欄に貼っときますわ。ちょっとこれ見てみてください。これを見るとこの16ビートかなり、ね、深くなりますね。でちょっとね全体的な感じでやってみようと思うんですけど、ちょっとまずイントロのコード進行で練習してみようかな。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。今分かってる。カッティングっつうのが地味に入ってるんです。ちょっと見てて、 D マイナーで。ここがムニ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 でしょ。これカッティングって言うんですけど、これ音止めてるんです。これね、カチャカチャって言ってるでしょ。こういうのが入れられればもう最高。入れなかったらどうなるか、入れるとどうなるか、キレがあるでしょ。だんだんかダツツタツタツタツツ、これがカッティング。カッティングがないと、ジャージャカジャチチチャスチャージャジャクチク、こんな感じになります。まあちょっと微妙なところですけど、このちょっと音が止まるのに、すごくこうグルーブを感じられるということですね。で、あとこの曲は、やっぱ跳ねたリズムのシャッフルの要素が結構こう踊れる、腰に来るやつなんで、こう。ここはね、イントロと間奏の決めが入りますから、ターターって書いておくんで、これは簡単、ジャーなんですけどね。ちょっとじゃあイントロを、連続でやってみて、この雰囲気をちょっと掴んでください。ゆっくりめいきます。ワン、ツー、スリー、フォのよ。なんかかっこいいけど、やってみたらこういう風になかなかならないと思うんで、まず力入れてては絶対ダメよ。手首の力とかも体の力抜いて、例えば D マイナーを弾くと、この優しい、あんまり力入ってないですけどね。このチャは切れ味するときチャってやりたいですけど、この感じはなかなかちょっと難しい。さっきも言ったけど、概要欄に貼ってある16ビートのチャのね、濃厚レッスン、ちょっと見てみてください。はい。今日はこのビートがもうね、どうしたって欠かせない、ファンキーってかっちょいやつなんで、ぜひ、これを機会にね、練習してみてください。で、このイントロのフレーズの一番最後のとこ、感想とかのとこでもこれ出てきますけど、じゃあ、イントロの一番後半のバースいきます。せーの。Em7 でダカ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 ダーン、こんな感じですね。はい。で、出ました。こっから、今日一番、悶絶ポイント、いきますよ。まずじゃあもうその流れでやってみましょうか。いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。なんじゃこれ。これ、難しい。難しいけどやりたい。かっちょいい。やりましょう。今ではどうなってるかというと、本当にもう分析するとこうです。ちょっとまず、これワンブロックですから、まず確認しとくけど、Am、G7、Am、Dm、Am、Dm。これワンブロック、これ4つカウントの中で、これが入るんです。超ゆっくりいきますよ。いきますよ。タダトトタディディタタディです。今のは、わかる？タダ G7、Am、Dm、Am、Dm。もう一回ゆっくり。Am7 Am Dm。 まず言葉に合ってんでね。パー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 です。
手の動き見てるんですよ。右手ね、ダー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 ですよ。このリズムです。ターン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 、これで1、2、3、4、タンツタンツタンタンツタンツタン、だからワンブロックでしょ。こんだけコードが入ってます、ワンブロックに。はい、でこれのポイントをちょっと言います。この今このコード Am7Gm Dm Dm ところで1個だけ共通点があります。それはですね、 Am の位置、4弦の1フレットのこの位置あるじゃないですか。ここはですね、 G7 の時だけ離れます。ちょっと僕の手見てて、よく見てて、いくよ。Am、ここ離れるでしょ。で次 Dm の時はほらずっと押さえっぱなしなの。Dm ってここ押さえたままこう押さえるでしょ。だから Am と Dm ってここ離しちゃダメよ。Am って。そうすると指があんまりね暴れない。見てて。ここがずーっと固定されてると思うと楽です。ちょっとゆっくりいきましょう。超ゆっくりね。まあ言葉はね、今のラン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 でいいわ。せーの。ラン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 。どう？もう一回。せーの。これが前半です。こういう風にゆっくり分析すると簡単でしょ。じゃあその後半いきます。その次、はい、これ Am G7Am で点点ってこんな感じ。せーの、ダンダンダチャチャチャ、もう一回、せーの、ダンダンダタタタチャ、これチャも入ります。ここはだからカッティングで止める感じですね。Am G7Am チャカタカ、はい、ダンダンダ、Am だけシンコペーションだからね、前で止まるんですよ。ダンダンダ、手の動きは止めちゃダメ。ちょっと2つのブロックゆっくり通していきます。せーの、ダン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 、ツスッとチャン、はい、ダン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 、ツスッとチャン。これで歌うわけです。はい、このリズムをまず練習していただいて英語に合わせていくんですけど、ここのところの一番なのか、まあ逆にいいところはリズムにぴったりの歌詞が乗っかってますから、これが助かるやつ、歌うとき助かります。ちょっとじゃあもうちょっと早めにして歌ってみましょう。せーの、ボンゴンダエンアンマウンテンチョップ、ドンキスチンモンキーズテーパンパン、はい、言葉と合わせて弾けば逆にできちゃうという逆説的な一面もあります。ここはもうひたすら練習しかないんでね、分析したコードを見てやってみてください。ここが前半部分です。で、ここからモンキーマージックってなっていくんですけど、このね、普通のサビのところも、ただの16ビートのチャでは今回終わります。どういうことか、サビリズムやってみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。モンキーマージック、モンキーマージック。ファンキーでソウルフルでキレッキレでしょ。このカッティングをちょっと今日挑戦してみましょう。これを分析しました。こんな感じになります。こんな感じ。まずいきますよ。バツはカッティング、チャは星、丸は引くです。ゆっくりいきますからね。最初2つバツがついてるでしょ。ゆっくり、えいのー、つくたつたたつとかだだだちゃったたた、もっとゆっくりいきます。せいのー、つつたつちゃったつつだだだだちゃった、さらにゆっくりいく。 Dm 押さえてますから今。せいのーつつたつちゃったつつたらだだちゃっただだ、今度 Am でやってます。せいのーつつたつちゃったつつたらだだちゃっただだ、これが繰り返されます。いいですか。せいのーだだだだちゃっただだ、つつたつちゃったつつたらだだだ、こうなります。口で言いますよ。ツッツタツチャタツツダダダダチャタダダですね。ツッツタツチャタツツダダダダチャタダ、チャが入ってくるから、これがやりました。これはもうね、この丸とバツと星の表を見てまずやってみること、口で言ってください。まず最初は、せーの、ツッツタツチャタツツダダダダチャタダダ、これが、カッティングです。じゃあちょっとフレーズでやってみるよ。せーの、モンキーマジック、モンキーマジック、
こうなります。で、次のところは、Dマイナー、Eマイナー、Aマイナー、Aマイナー。はい。ワンブロック4つで、モンキーマジック。Dマイナー、Eマイナー、7、Aマイナーみたいな感じ。ここは流していく感じです。このカッティングができるとすっごいいろいろファンキーでソウルフルな曲の時にお役立ちになるんで、今日きっかけにね、ちょっとこれ16ビートのファンキーアレンジとして、ちょっとあの練習スタートするといいかもしれません。今日はね、これはどうしてもね、かっこよかったんですよ。その五大鼓弾いた時にこの感じが、やってみましょう。はい。ちょっとこれは難しいですけどね。そしてですね、かっこいいバージョンはですね、この後、前半の簡単バージョンでショートカットしたあの明るいところ、ちょっと変化があるブリッジパートに入っていくんですけど、ここちょっとやってみましょう。最初の前半は4つ弾きです。あえての。いきますよ。せーの。With a little bit of monkey magic, there'll be firewatch tonight. 次です。問題は E7 から。With a little bit of monkey magic, everything may be alright. D7、Em、E7。はい。ここの F シャープね、さっき解説したけど、ここね、難しいよ。急に出てくる。E7 のとこから行きましょう。あ、ごめんなさい。ちょっと今リズム間違えた。後半のビザリロビロ、E7 と F シャープのとこから弾き方が倍になります。タタタタタタに上がります。ちょっとそこ忘れてた。もう一回じゃあブリッジの最初から C か。せーの。こんな感じです。ダー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 ってダウンピッキングにしときましたけど、ここで E7 から F シャープ、これ難しい。E7 から F シャープ、F シャープ、D7、E7 でって感想に戻っていきます。この F シャープ、ここで歌う感じもね、このメロディーが絶妙にこう、転調といってキーが変わってるんですよ。ここの転調に歌をピッと合わせるのはなかなか難しいかもしれません。で、あとは間奏をやって戻って繰り返しというパターンになっていますので、基本的なやっぱリズムのあのファンキー&グルーブ、これが継続されるかどうかっていうのがポイントですね。途中のブリッジパートのところでよ、あえて4つ弾きとか、このダダダダとかこう、ベターっとしたリズムに戻すことで、またリズムに戻った時のあの跳ねてるグルービーで踊れる感じに、そこになだれ込む感じがまたかっこいい。もう腰でこう、ダンスできるようなディスコダンスで盛り上がれるようなビートを生むのがキーポイントだと思います。そしてもちろん言わずもがなですけど、最有機のイメージ、あと70年代のソウルフルなあの感じ、あのもうかっちょいいの、もう五大悟のその当時のライブ映像とか見たら、ものすごく すご腕なんですよ、みんな。本当にあのね、すげえバンドですね、あれは。はい。そんなの世界観とかも、なんつうの、中国の感じとか、西遊記の感じとか、英語の感じとか、ソウルな感じとか、日本の感じか、もうごちゃごちゃになった、まさにミクスチャー。やっていきましょう。はい。五大悟のモンキーマジック、ガズレリルかっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4、あちゃDeep down.
ーマジックガズレレ流かっこいいバージョンやってます。これはもうあちょーって感じです。いやーまさにもうこれ元祖ミクスチャーミュージックじゃないですかね。ものすごくいろんな多様性がもうまさにこうぐるぐる巻きになってもうすごい世界観になってますけど、これはね奥が深いけれどもすぐにはできないですよ。でもこれはねずっとちょっと取り組むテーマの曲としてはすごくいいと思います。英語だしね、はい、まあ、この辺もじっくり長い時間かけて取り組んでいきましょう。で皆さんこれ最近このお伝えしていることなんですけど、ガズがねたくさん出版している本のですね一番新しい本の予約が開始になりました。リットミュージック社から7月13日に発売なんですけど、現在大好評予約受け付けております。今現在予約の段階で皆さん本当ありがとうございます。アマゾンの、第1位ベストセラーを獲得しております。今回も100曲入りえりすぐりの100曲機となっておりますのでぜひチェックをお願いします。ご予約ぜひともよろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか。皆さんスマホとかタブレットにガズレレのアプリがあるんですよ。ガズレシピ、はい、これに新しい曲が40曲、追加されました。これもぜひちょっと確認してみてください。どんな曲が追加されたかは皆さんまずね皆さんの、ね、スマホに、ダウンロードして落としてください。インストール自体はアプリ無料ですので、はい、どんな曲が追加されたでしょうか。40曲分ガズレシピの楽譜は簡単版とかっこいいバージョンの2バージョンが表記されてますのでぜひおすすめですよ。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛アマゾンでご購入いただけるような状態になってますので、ちょっとアマゾン内でガズレシピと検索してみてください。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上と思うので大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、まだそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高、ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。